ほとんどがもう12尺とか8尺とか縦の尺かってね、そこのところはここしかせんね。大体あの寝て飛行するっていうところないの、どこにそのしゃぐんでするっていうところはおかしいわけだよ。第一でもしそこがその人がそこが言うならさ、箱はどうしようりましたかってさ、積み込みの箱はどういう箱を入れようりましたかと、結局、でどういう手積みしようりましたかって、そうは聞かんばもう。本来の中で裸の作業できんとですよ、危なくて、ちょっと打ってきたらもう石炭のもう粉炭みたいだけど切れるとですよこう、それで半袖はおったかもしれない、半袖は、あの結局な作業着がないから、その代わりにもう切れるけど裸ではできんとですよ、現時裸でいったらもうそう義務違反でね、朝鮮の人はふんどし一丁で入ってったと。なんでふんどし一丁で下着一枚で入って、そんなこと、そんな何年仕事はできんもん。炭鉱の、まあ炭鉱の仕事って地下で、何百メーターもあるような地下で仕事するんだから、もう日本人も朝鮮人も全部一緒ですよ。石炭が掘るところなんてあれで大変だもんね、だからそれできるあれが能力ないとね、まさか誰でもかんでもやれないなんていくら強制だったってできるわけないだろうからね、中国人の場合も絶対仕事にはつけてらんわって、箱押しって、もう結局箱押しだけ、あんまり危険な仕事はさせてないと思いますよ、朝鮮の人には。なるほどね、やっぱその技術がまずないから、その炭鉱に対する技術っていうのが頭にないですからね。炭鉱の作業っていうのは意外と熟練を要求される仕事ですよね。ここにあのワークですね、工場のワークを積むのにですね、やっぱり何十年っていうものすごい熟練した人の作ったワークとですね、そうでない人の方作ったことではね、全然違うんです。もうあの重たい荷重がバーッと来た時にですね、その人のバックはきちっと立ってるんですけどね、心配の人のバックは折れてみたりね。で例えばあの一つの払い45メーターか50メーターぐらいあったが、あの払いの長さがな、その中に朝鮮人だけを そこに入れて炭を掘らしたとか、こういうことまずありえんわな。千里崎山あたりがついとらんと、これ日本人の場合も同じだろうな。あの千里崎山がおって、そして作業の指示をする、またあの作業方法を説明するとかいうなことはあったけれども、すべてを朝鮮人に任せるということはまずないな。校内作業ではな。崩落はなかったわ、全然。あの、19年に1回あってから、払いの崩落って言ったわね。サビズも何も結局ですね、上がっていくときやら、もう結局、普通やら、晩下コードに出たら電車が待っとってでした。電車に、電車が待っとったら、空箱の味は箱箱を用意しとってさ、箱に、単価はら、あの、箱の長さ1メーター20しかなかですもんね。それで、結局2つまたがらしてさ、そこに付き添いでこうずっと引っ張っていってさ、全部行動は全部上にいてゲージで上げてるでしょうが、だからゲージにこのいや全部がもう待っとけ、病院連れていく大事検診せんばいかんでしょうが、だって怪我したとかなんとか、あの医者ほら
自分で金払うわけですよ。会社の病院なんだから一銭もかかんないですね、うん、食費だってだってみんなちゃんと出るから入院した場合はね、あの朝鮮のあのその金さんという人がおったんですもん、その通訳が、なるほど、まあ、その人が、もう朝鮮の人は大体あの治療も何もしよったんですよ。そうですか、うん、校内下がればさ、日本人であろうが何人であろうがもう同じ中に入っとってるから、うん、結局さ お互いに挨拶したりね、うん、そして忙しかったさ、それでわーっと「あぶじいあぶじい」って言ってからわーっと、うん、そういう言葉をしたらさ、わーって喜びよったっていうか、うん、あの結局下がる時もあるゲージで入るでしょうから、うん、一緒に、うん、そういうのもさ、差別は全然なかったね。一つの作業単位ですね、そこにあの崎山っていうのがあるんですよ。この人がいろいろ作業の指示したり、またあの中心になって作業を進捗していくという立場の人ですね、うん、この人が個人的にですね、朝鮮人が仕事を休みの時にその崎山さんのところに行って、家族その片一方単身者ですよ、朝鮮の人は、うん、片一方崎山も最大者でしたから、その崎山の家庭を訪問して、そこでごっつなたなたして、うん、それであの一つの和法ですね、その崎山として十分、うん、作業が完成できると、でその協力体制もあの整えながらチームワークを作っていこうという風習はですね、やっぱ橋本独特の問題だと思います。狭いから、うん、お互いあのなんていうかな、協賛していくというかな、すべ、うん、てあの共同作業というものが非常に高揚されると。だから橋間人の中では非常に外部の人がですね、うん、恨めでやっとったんですよ。自分が死んでも部下を殺すというような風習はないです。うん、それくらいにやっぱりあの人間味のある橋間独特のですね、人情論ですよ。なぜその部下を放置してそういうことをして先に逃げるかとか、うん、それ後が大変です、先間という人の責任が。そう、作り事ね、ガスのことで言うたらさ、ガスはそういうもんじゃなかも。行動には風管つって、こう風をこう送るよとしては、うん、扇風機でこうずっとで、例えばあの送るよって係員がこういうガスをかかるでしょ、うん、で倒れるガスをつったらもう燃えるけんね、うん、結局火のついたら燃えるでした、うん、でそういう人はもう目前に倒れたらもうそれで出てくれば、もうそれで助かるものはもう、ただフラッてするだけでさ、でそういうことはありえんさ、うん、そういう話は聞いたことないね、私たちは、うん、一つのグループで作業する場合にですね、うん、そんなに個人的なその圧制をしたりなんたすること、まずその時点でチームワークは取れませ ん、うん、作業進行中 100% の作業進行で打ったって仲間割れしとるから、うんうんうん、その崎山っていうのが一つの現場のですね、責任を持って、そしてあの作業工程を決めながらですね、協力してやっていくと。でそういうふうなあの作業実態の中から生まれてきた人間愛、和を持って作業、一つの作業を完成させると責任を持っとるもんだからですね、来るって、その崎山さん家に行こうと、この一体感がですね、前頭にやっぱり見られると。
これ16号っていうんですけどね、うんうん、この前にね四角のうちなんですよ。うちっていうか建物なんですよ、うんうん、バラック、うん、あの木造建ての2階建てて、そこにね長寿の人たち行って、うん、住んでたんですね、うん、寝起きはしてたんですね、うん、だから最初の頃ほらみんな木造建ての2階建てなんですって、うんうんうん、新人さん新しく入ってきたとか朝鮮の人なんかはもうみんなその頃は炭鉱が景気でよそから来ますから家族連れね、うん、一応家族連れから順々に、あ、ま、16号って言ったらちょっと狭い狭いとこ、うん、それから17、18、19、20号でありました、うん、ね、ある時にやかな声がして笑い声がして、うん、何だろうと思って1階の半地下っていうところにおった人がいたんですね、うん、そこに行ってみるとですね、あの直立っていうんですか、うん、男でも黄色とか青の派手なのを着て踊ってるわけですね、うん、一生懸命歌って踊って楽しそうにしてるわけですね、うん、あ、よかったな、今日いいことがあったんだと思って言ってましたけど、強制に連行してきたからあの晴れ着を持ってこられてないのに、男は強制連行なのかなっていうのを疑問に思ってます、うん、どうやら何やら叩き寄ったもん、うん、チンガチンチンなあれって言って、うん、ひよってた昔は。そうですか、うん、韓国人の踊りですね。ああ、うん、踊りね、うん、うん、おいて同級生の一人おったってやろね。橋間卒業の韓国人、いや13名かぐらいこうおるってるな、あれ昭和3年ぐらいからか。安藤さんっていうとか、あの寮のあれば一つだったやろ。安藤、安藤っていうとか、うん、朝鮮の寮はさ、うん、あの日給なの掘り上がったで後で勾配になったけど、うん、あそこの上にほら2階建てあったで、うん、宮脇、宮脇、うんうん、あれのおふくろが妊娠でさ、うんうん、牛乳配達が気づいてこうで、まあ、酒井さん悪いけどあんた牛乳配達手取ってくれんかって言われて、小学校6年の時にその朝鮮の寮にさ持っていた経験がある。戦時中にも橋間若者が全部青年が軍隊に取られてですね、で普通なら先輩がずっとおるんですけど、もう戦争で軍隊に引っ張られてから、そこにあの例えば電気工科の班長さんというのは朝鮮人だったわけです。それで、ね、あの俺たちは朝鮮人からみんな教えてもらったんだと思って、うん、仕事ですね。そういう人たちはですね、ちゃんとあの社会をもらって、日本人とパワーなんで長崎も自由に行けるし、うん、あのなんかその日本人と結構言わしとったすごい町外に、ね、うん、朝鮮人であったりと別に差別もしなかったですね、うん、いじめとかなんか全然なかったな、うん、ほとんど結構の医者で働いてるのもいいんですよね。あ、内科の先生と看護婦もいたしさ、うん、だからそんな差別そんななかったと思うね。なるほどね、うん、いや、あのね、橋まではね、仲良かったよ。ああ、そうですか、はい、イサムさんのあたりのリーサイフと交際しとった人、リーサイフリーサイフ、あー、あの18号の2階におったんだろ。そう、ゲンとか剣道しよったあれだろ、うん、剣道のキムチなんかを作るともう、うん、こうして作ったやっちとかあんだ。もう日本語が上手になってさ。私に同級生が朝鮮人の子供がおって、あのちょうど6年生の時隣に席に立ったんですけど、うん、一緒に並んで勉強してですね、ずっと仲良く、うん、もう登下校片組で行ってたんですね、うん、だから友達にはあの隣が35棟に一緒に住んでて、隣が朝鮮人の家自宅から行き来しとったっていう話も、うん、聞いてますね。金さん、そう、長さん、うん、これ D さん、 D っていうのがね、木造の方に住んでたんだよね。
だからもうまだあれ、まだあれか、冬になると朝鮮から冬送ってきたの。だからそれを昼休みなくて2時間休みはだってほら40分かいくらあるんでしょ、うん、だから金のうち行ってからこれ焼いて食べる何人かいましたけど、うん、あのもうみんな友達ですよ、うん、でそんな差別することなかったもんね。差別したっていうことはないですね、うん、そしてあの靴なんかも配給でしょ、うん、そしたらこの間は2足2人分来たけんこの人この人、そしたら次は誰と誰って言って、その決め何問かって言ったらやもはんって言ったと思いとったですよ八問半って言うとばやもはんって、それは記憶にあったですよね、うん、そういう日に、ね、同じようにしてくれたと思いますよ、うん、子供心にそんと朝鮮とか日本人それが分からんですもん全然。で中学では同級生やったんです。あ、うん、お父さんはね橋までね、遊郭を経営しとった。遊郭、遊郭、それもね朝鮮の人専用の遊郭を。男の連中もその単身できとるじゃないですかほとんど、はい、であの頃はね、あのあそこの軍艦島もですね、うん、遊郭はね3つも4つもあったんですよ、うん、本田屋っていうのは遊郭もあったしね、それから森本屋とかね、うんうん、そういうけんもそういう性犯罪っていうとはもう全然聞いたことないって、うん、それでまああの遊郭におる女の人もねやっぱり好きな男ができて一緒になった人もおるしね。ああそうです、うん、恋の人とね一緒になった人もおるし。12時間も16時間も働かないとって書いてますけど、日本人でも同じです。あることは米も何もないし、私も姉たちも朝8時に出て、夕方は6時に上がってくるとかですね、もう8時間労働じゃないわけですね、もう10時間も12時間もみんな仕事してたわけです。だから日本人も一緒になって仕事をさせられたんですね。前日は日本人でも一緒さ、そこは米だか食われるもんね、配給は知れとってね。いや、日本人も一緒。食べれなかったっていうのはもう我々も食べてないんだからね、食べられないんだからね、牛が。だからその自分はみんなほらもう配給になってるから、朝鮮人だけは食えなかったんじゃないからね、日本人だって食えなかったって、僕らだって結局おかゆ食べてたんだからね、ご飯じゃなくて、あくまでも食料そのものはもう同じように、ね、みんなあれなんだから、別に日本人だからでいいのをくれるって、そんなことあればあくまでもないんだから。その頃は
もう日本も国策上石炭が重要やからね、うん、そうです、もうとにかく、うん、生産を重視して、うん、まあ、過酷な労働ももう10時間も12時間も働いたし、うん、日本の従業員もおるとやからさ、うん、一緒にね、うん、単身者寮生活ですね、うん、韓国あの朝鮮人の、うん、それと社宅に居住する人も所帯持ちもおるわけですから、うんうん、はい、そのもらこもらったことの所帯持った人も必ず給料日に で並んでもらえる人と半持って、そしてあのあれあの韓国要するに朝鮮人の寮ですね、うん、寮におる人は一人一人がもらうんじゃなくて、あ、まとめてもらって寮を管理しとる、まとめてもらって寮長が、うん、要するにあの社官じゃない、うん、その人がまとめて寮でもらうってやもんな、うんうん、それはその日本人が悪いんじゃなくて給料を直接もらったということじゃなかったわって、寮に帰ってその寮を管理してる社官から、うん、今度はその会社からもらった給料を個人的なものをずっと、うん、やりよったってね、うん、その残金を手渡す、うんうん、私は少年時分に牛乳を朝から買い出した。それは牛乳を契約しとる目分けのおばさんが集金するわけですから、金持っとらんかったら牛乳は飲めんですよ、うん、ただじゃないとだから、そこは例えば朝鮮人の徴用工の人たちも飲めてましたか。そう、それですよ、そういうのあの朝鮮の寮があったんです、うん、そこに私は、ね、そこに牛乳をあれ配ってたってことは、要するにお金は彼らは全くなかったってここでは書いてあるけれど、一銭もあのもらわなかったと、タバコ7本もらっただけと、そんなことなくってちゃんとお金をもらっていて、そこから牛乳を払っていたっていうこと言って、そうです、あ、なるほど、じゃあ基本的にその寮長が取り寄ったじゃん、それもう私は証明しますよ、私はもう現に牛乳を払い出した、うん、宮城のばあちゃんに頼まれて、うん、もうあの妊娠しとってからね、もうきついとよね、まさかじゃすまんけど学校行く前に配っといてくれんかって、それは私が頼まれて、それ私がもう証明しますから。まあ、いじめなんかあったとかもしれんけどもさ、あの部分的にはね、うん、昔は、ね、集団でしたり何かすることはなかったはずやろうな、うん、もう島であったことはもうすぐ分か情報が入るわけですよ、うん、もう小さいから、うん、でもう人間が密集しとるから、うん、その代わりそういう話を聞いたことないですね。もう橋まではあんまりそんなにね、あの虐待だとかですね、強制労働だとかそういう話は聞かないですけど、まあ、それが証拠にね、また橋までおったら今ほとんど随分帰ってきてるんですもんね。昭和22年橋まで行った時も、うんうん、何人か韓国、いや韓国人いましたよ、うん、結構残ってるでしょ。残ってる。うん、であそこで宝来亭なんていう食べ物屋をね、うん、やってたりね、うん、ご主人が帰化して橋まであのちゃんぽん屋さんは宝来亭、うんうんうん、ね、ちゃんぽん屋さんをしてたんですよ。で主人たちも残務整理で電気のかかりんやったけ、あの残務整理でずっと最後まで残った時にやっぱそこが一生懸命もしてくれてね、頑張ってよ、あのうちがちょっとこう上の方防振ってあの取り締まる方へで、ほいで小林さんあの頑張ってねって、もう自分たちも長いこと働かしてもらって、ずっと食堂もだいぶしてたよね、あの蓬莱亭もね。ほいで今度閉山になってから、あの駅前であのちゃんぽん屋さんをまた開いたんですよ、小さな店でしたけど。ほいでうちも長崎に大きな長崎に大きな家かけて、ちょこちょこ電話かかって、小林さん西岡今日休みけん遊び来んねえって言えば、豚肉とかその頃まだ何もない頃ですね、豚肉とかカニとか
中国カニのあれ出すでしょ、あんなとか持たせてくれたりですね。私はね、もうよく買いがってもらったんですけど、一つもその中国人とか朝鮮人とかにも全然感じるに。それはもうデタラメですとね、警察官は校内のことはせんとですよ絶対、うんうん、保安監督局の監督長がするってやから、校内のことは警察がするもんじゃなくて、校外の、うん、校外の出来事は警察がするけど、第一そこは町ごとでしたよね。映画じゃないしですね映画ならそれ警官がそういうことをそのやるかもしれんけども、羽島の一住人がですね、私はあの鹿島の駐在所に勤務しとる部長と巡査がおりましたからね、うん、2人、これはまあ非常にあの実行にしておりましたから、うん、よく知っとるんです。2人しかおりません、うん、部長と巡査と、うん、あの大浦、この長崎の大浦っていうところありますけど、あのグラバティの下の方ですね、うん、大浦警察署から出向しとるわけです鹿島に。うん、大浦警大浦警察署で、大浦警察署におりますよ、羽島の駐在所は2人しかおりません。羽島の現場に知ってる人間が見ればですね、まあなんとまあよう こういうことを捏造して書いたもんやなというぐらい感心するぐらいにですね。そうですか。35と、あ、35、ここの近くに、ね、あの私たちの牢屋の刑務所が、刑務所中と今は、うん、今の言葉でなんていう、あったんですよ。何かあればいつも空っぽやったですもん、ここは。まあ、昔言えば牢屋ですね、うん、うん、で喧嘩して入れられたのは見たことありますけど、その暴力してどうとかあのしたっていうとは聞いたことないし、それで警察も長崎からこう交代で来てましたからね、で私たちが珍しかでしょ、その牢屋っていうともう、誰が入っとったかなって、こうしてあの見れるんですよ。すると格子戸が入ってから、あのこっちの方に警察官がおりまして、こうして子供心にこうして見よったら中に入っとって、あんたたちも喧嘩したら入れる場合って、たまにですね、酔っ払った人の日本人が入るぐらいで、朝鮮の人がそんなとこも入ったとも、喧嘩して入ったとも聞かんし、日本人がこうしたから入れたって言うともなかったですね、うん、留学でね、後はしてね、それで連れてくるわけです、うん、そのそれはもう本人たちの借金になってるわけ、ね、それで借金が済むまでは芝から出たらいかんということになってるみたい。それは記憶になったですよ。でその中に朝鮮人が混じっとったということはないですね、うん、もう全然別ですもんね。それでそういう連中がですね、一回ね、その逃げたことがあるんですよ、島から、うんうん、その真ん前に高浜が見えるんですね、うん、それでね、逃げる時にあの丸太があるじゃないですか、鉱木って、はいはいはい、鉱木、はい、あれをね、海にこう捨てて、うん、でそれにすがって押しちゃ泳ぎ、押しちゃ泳ぎして、うん、その高浜まで逃げたっていう記憶はあったし、一回、うん、ところがね、高浜まで逃げてもですね、長崎までね、一本道なんですよ、うん、それでもう長崎でも必ず捕まるなんて、その、うん、しかしそれは朝鮮人入ってなかった。そうですか、日本人ばっかり。日本人だって結構仕事もつらいから、ほら
みんな潰してやってね、そうすると説教されてやれるから、結構嫌になっちゃったら逃亡しようなんてね、あの公僕ってほらもうね組んでいかだをするんですね、それいかだをほら雲かけするよ、公僕で、で乗って行くのはいいんだけど、波のあれが分かんないから戻ってきた助けてくれってやってんのよ本当確かに、ね、しない持ててやったのは見たことあるけど、それ以上のことはないよね、まあありえないよね、それはもう日本人も一緒だからね、別に韓国の人間だけはあれするわけじゃないからね、でも無断欠勤すれば従業員であろうが勤め人であろうが罰はやられる、それで退役勧告は雇用で逃げて逃げ切ったのはここに抵抗なんですよね、抵抗の横に穴があったんですよ、水道管とか電気とか入ってる、それ広告の古い方はそこから捨てるんだ、広告の古いのはそこから捨てるんですよ、島の人しか知らない穴があるんですけど、ここから広告を代理に入れたらしいですけど、真面目に当たるけど別に何もなかったと思うんですよ、やっぱりやられた話聞けばもうほんとサボったりね、そういうのをやられるだけでしょう、端島から朝鮮に引き上げるときに、端島の人たちはみんな海岸に出て手を振ってさようならってしたということがですね、一つもここになんか出てないですよね、私の兄弟、父もあの海岸に行って手を振ってさようならって言って、あのみんな朝鮮に返したって、なるほどね、言ってますのでね、端島小学校に全部集めて、韓国の人も全部さ、中国の人も日にちは別にね、してから、それで全部が送り、朝6時から集合してですね、全部見送ったとですよ、この、 あのお別れさもものすごく悲しかったさ、船でお別れするときは、中の島のこう船が入るまで帰られるとですよ、帰りたかっても手もこう振るでしょう、相手もまた振り寄るでこう帰って、そこで帰ってようやく見えんことになって家に帰るというか、あの観光とか帰る人っていうのも運動場に集合するわけですよ、ちょうどあの小学生500人ぐらいその子おったけど、全部が集まって親からなんか全部朝6時からして船が引き船していくわけですよ、で全部帰ったって言うんですよ、終戦の時にこの朝鮮人がですね暴動を起こすようなことはなかったんですよ、相当ひどい仕打ちしてれば、もうその何ていうか暴動がですね、一点で帰ってくると思うんですけどね。